大丈夫ね、一応この辺まで細かいこと教えてますんでね、こういうところにしっかり気づいてください。右はバランス感覚、竹馬です。皆さん拍手のタイミングは今お願いいたします。いやー、ショッケーですね。ありがとうございます。見てください、この素晴らしい安定感を。完璧でしょ、ね、もう彼も2年半やってるんで任せてください。今一番自慢できることは、ね、1回この竹馬に乗ったら絶対にこけません。これします。いや、おこけとるやないか、それか。っていうのは、ね、一応関西では受けるよって聞いとったんでね、まあ、1個だけちょっと九州で練習させてもらいましたけど、はい、待て、ちゃんと得意芸なんで、もちろんギャグだけじゃありません、ちゃんと真ん中まで戻ってくるんで、待て、そう、真ん中まで戻ってきたら、もう1回だけ拍手、お願いいたします、OK でしょ、さらっと、竹馬芸見ていただきました、ありがとうございます、ね、今来たばっかりなんで、ありがとうございます、しっかりリアクションいただきました、待て、さあ、それでは、お待たせしました、10分間のショー。ラストこれです。一番大きな階段を使ったボックスジャンプの技見てもらって終了なんですけど、正直先に言わせてください、今日11時からずっとパフォーマンスやってますが、今現在一番人数集まっていただいてますんで、はい、今日は皆さんにもう一本だけね、ちょっと寒いですけど見てもらいたい竹馬持ってきてますんで、ちょっとこちらの竹馬ももうせっかくですからちょっと見ていただきたいと思います。ごめんなさいね、ちょっと風が強いんでもしかしたら失敗するかもしれませんけど、全長2メートル50センチある竹馬です。今からこの大きな竹馬をですね、彼は自分でです、立てるところから今日は皆さんにこれ見ていただきたいと思います。触らない紐いいやない、何ですかその猿みたいな顔は、やめなさい、その反抗的な態度やめなさい。夏人に当たらない、緊張感が足りない、そうやろ、もうちょっと緊張感持って、ごめんなさい、ね、いきますよ、手と足の動きめっちゃ細かいんでよく見ておいてください、いきましょう、はい、おや、よく見て、まずはこれを自分で手繰ります。いや、ショッケーですね、これだけでもすごい動きなんですけど、ほら、こっからさらにですよ、支えなしで登ります、そうだ、ゆっくり上がり、ゆっくり、ありがとう、素晴らしい盛り上がりが、あと一歩、いやー、ショッケーでしょうか、ありがとうございます。そのまま皆さんの前で歩いていきます。拍手はそのまま手拍子に変えてください。先ほどまであんなにバラバラやったお客さんがちょっとだけ一つになれました。さあ、それでは真ん中まで戻ります。ラスト、ここまで、あと少し、いやー、仕上がった、ゆっくり降りて、ありがとうございます。もう一度大きな拍手お願いいたします。見てください、このドヤ顔、完璧です。OK、さあ、それでは皆さん大変長らくお待たせいたしました、いよいよ本日最後の技ですね、一番大きなこちらの階段を使いました、ちょっと手伝って、大きな階段を使ったボックスジャンプ、最後に見て見ていただきたいと思います。 OK、 じゃあちょっと最後の体力だけ少し貯めておいて、それでは本日最後の大技ボックスジャンプという技見ていただきますが、今日はこの技に入る前に先にね、一個だけちょっと大切なお話を皆さん軽く聞いてください。もうこれだけね、小さなチャル君が本当にあそこまで危険な技に風の強い中ね、なぜ一生懸命チャレンジをしてくれてるのか、真剣に見ていただいてるので、ちょっと正直にお話ししておきます。それはこれね、間違いありません、今回のお客さんたち特にそうでしたけど、始まってからここまでのね、チャル君に対する頑張れよっていう、本当に寒い中でもそういった温かい5000円と、そしてこの大道芸というのはもう一つだけです。実は何よりも皆様からのご理解のあるご祝儀によって、ここはもうちょっとやってもらって大丈夫なんで、一応形的にはまあご祝儀というものによって、ね。